埼玉西武ライオンズ対中日ドラゴンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。まずはライオンズの先発高橋光成がベルーナドームのマウンドに上がります。さあ、ドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。初球わずかに外れてボール。154キロがいきなり出ました。2球目は何で来るか。いいボールでしたね。はい、変化球が決まっています。高めのボール、わずかに右に切れました。ファールボール。引っ張った。これはどうだ。一二塁間を破る。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ、一塁には先制のランナー、バッターは岡林。まあバントの上手い選手ですからね、送ってもいいと思いますよね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。里崎さん、バントを阻止するようなリードというのはあるんでしょうか？そうですね、胸元えぐるような球行きたいですね。なるほど。バントしました。ファーストが取る。アウト、ワンアウト。送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、ライオンズ先制のピンチです。まあやはり後手に回りたくないですからね、ここは冷静に対処したいですね。そうですよね。まあこういった場面に強いピッチャーですからね、ここも期待はできると思いますね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。改めてお聞きします、バッターの大島、高め打ちました。切れました。ファールボール。3球目は何で来るか。この球は見送ります。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。源田が掴んでツーアウト。さあ、そしてバッターボックスには石川が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあやはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど、そうですよね。やはりランナーがいると初球も慎重になりますよね。なるほど、そうですか。二塁牽制、二塁はセーフ。打ちました。取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。先制のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。1回の裏、ライオンズの攻撃です。ライオンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の小笠原。どう立ち向かっていくのか注目です。高松が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。ファウルになります。
インコース決めてきた。ノーボールツーストライク。ここもファウルです。内への変化球は決まりません。打ちました。村松アウト。ワンアウトです。バッターは2番に入っている源田。小笠原、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース打ちました。一塁送球します。アウト。ツーアウト。バッターボックスは3番鈴木。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは小笠原、そしてキャッチャーは宇佐美。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。これが初球。打ちました。よく取った。一塁送球アウト。スーパープレーが飛び出しました。この回ライオンズ三者凡退です。2回の表ドラゴンズの攻撃。バッターボックスには指名打者の細川。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね。ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね。2巡目以降どう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあここからどう抑えていくかも注目です。これが2球目。アウトロー外れます。スライダー外れます。打ちました。打球はセンターへ。鈴木抑えてワンアウト。6番バッタービシエド。まずはワンアウトを取っています。さあ初球は何か。緩いボール決まりました。さあ2球目は何か。ボールになります。打ちに決まりました。ワンボールツーストライク。外への変化球は決まりません。打ちました。これはどうか。センターへ抜ける。ワンアウトランナー一塁です。バッターは7番に入っている宇佐美。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド落ちました。切りました。ファールボールです。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、インコースわずかに外れてボール。ここはゴロを打たせたいですよね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。
打った。ライオンズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。バッテリーは当然進塁打を警戒しています。打ちました。弾き返した打球は左中間へ。レフトが取りました。ツーアウトです。今のはキャッチャーの要求が良かったですね。まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね。初球の入りは気をつけた方がいいでしょうね。そうですね。さあ気をつけていきたい。土田が打席に入っています。切れました。ファウルボール。次が2球目。打ちました。ショート取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。先制のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。2回の裏、さあライオンズ、この回は4番から始まります。バッターは栗山。ライオンズ0対0で迎える2回の攻撃です。最初は変化球できました。ボールになります。2球目は何で来るか。低めボール。ボール先行です。アウトコース外れます。ストライクが入りません。次が4球目。打ちました。ここは打ち上げています。掘ってワンアウトです。バッターは5番殿崎。小笠原、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。見送っています。ボール先行です。これが3球目。ファウルになります。次は厳しいところにしっかりコントロールしないといけませんね。なるほど。さあどう来るか。これが5球目。打ちました。高いバウンド、セカンドが取る。ツーアウトになりました。バッターボックスは6番マッケラン。ツーアウトランナーありません。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。低めの球ストライク。3球目外れました。外のボール、ツーボールツーストライクです。フ
ファウルになります。まあ次は変化球の方が安全だと思いますね。なるほど。さあ何を選択。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回ライオンズ3人で攻撃を終えています。2回の裏0-0同点です。小宮山さん、どうでしょう、2イニング投げてみて両投手ともに無難な立ち上がりに見えるんですがいかがでしょう。まあそうですね、両投手ともに不安な部分であったんですがうまく抑えましたね。この調子で投手戦を期待したいですね。確かにその通りですね。あー、いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール、ボール先行です。さあ3球目は何か。いい角度で落ちました。4球目は何で来るか。高めのボール、ファウルになります。外へのボールは入りません。スリーボールツーストライクです。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。バッターボックスには2番岡林、高橋光成、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、際どいコース外れました。ボール先行です。インサイド変化球外れます。ストライクが入りません。打ちました。これはどうだ、源田アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、足のあるバッターですしセーフティーバンドなんかも警戒しておきたいですよね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。初球はボールになりました。スピードボールを持っています。ボールになります。ボール先行です。高めのボール、このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁、打席には5番バッター石川。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁牽制、一塁はセーフ。打ちました。ショートが前に来る。一塁へ送ります。これはショートのエラーです。ライオンズピンチになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。さあライオンズ先制のピンチを迎えています。まあ先制はされたくないですからね、ここは目をつんでおきたいところですよね。なるほど、そうですね。まあそして一発のあるバッターが相手ですから彼の得意コースには注意を払うべきでしょうね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。これが2球目、これは見送ってボール。二塁牽制、二塁タッチもセーフ。
もう一球牽制球、二塁セーフ。次が3球目、外低め、ワンボールツーストライクです。これは際どいか、ボールになります。ボール、高めの変化球は見送ります。これでフルカウント。高めのボール打ちました。高い打球右中間へ、ヒルマ抑えてスリーアウトチェンジです。先制のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。これから3回の裏、7番から始まるライオンズの攻撃。ヒルマ打席に入ります。ライオンズ0対0で迎える3回の攻撃です。初球ボール、さあ2球目は何か。引っ張った、高いバウンド、ビシエド一塁そのまま入ってアウト。バッターは古賀、まずはワンアウトを取っています。初球は何で来るか。ライト方向を流しました。詰まりながらもライトへ、ライト掴んで2アウト。バッターは9番に入っている金子、2アウトになっています。この回のライオンズ打線ですが、たった3球で2アウトになっています。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。まず何を投げてくるか。初球空振りです。高め打ちました。ファウルになります。低めの際どいところですが外れています。低めの変化球は外れました。さあ5球目は何か。インサイド打ち上げました。最後はライトフライ掴んで3アウトです。この回ライオンズ三者凡退です。3回終わって0対0同点です。バッターは6番ビシエド。前の打席ではスライダーを打たれたんでね、ここはその使い方を考えたいですよね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。初球打ち、この当たりはどうか。一塁線落ちてフェア、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。7番バッター宇佐美、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。はい、ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。インサイド落ちました、切りました、ファウルボールです。空振り三振、ワンアウトです。8番バッター村松、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ワンアウトランナー一塁です。インコース決まった、3球目は何で来るか。
ヒットエンドラン。取った。アウト、ツーアウト。さあライオンズ先制のピンチです。ここはしっかり抑えて自分たちに流れを呼び込みたいですね。なるほど、そうですね。まあただこういった場面でも力を出せるピッチャーですから期待していいんじゃないでしょうかね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。ここは見送ります。チェンジアップを見極めます。これが4球目。変化球打った。一塁アウト。これでスリーアウト。先制のチャンスがあったドラゴンズですがそのチャンスを生かせませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。ライオンズ4回裏の攻撃になります。バッターは高松。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ライオンズ得点に初球ヒー、センターへ打球伸びる、センターが取りました。バッターは2番源田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。小笠原まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。これは決まった。打ちました。ここはフライになっています。掴んでツーアウトです。打席には3番バッター鈴木。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトになっています。この回のライン初球時、これはどうか。このフライはヒットになりそうだ。この回ライオンズ3人で攻撃を終えています。4回終わって0対0、ライオンズここまでヒットが出ていません。里崎さん、両投手ともにここまで0点に抑えています。ピッチングご覧になっていかがですか。そうですね、両投手ともに状態は良さそうですしね、本当に丁寧なピッチングでここまで来てますよね。そうですね、こういったピッチングが続いていくんでしょうか。変化球タイミング合いません。これが3球目。インドを見送っています。おっつけて打ちました。高く上がった。さあどうだ。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。さあそして打席には岡林が入っています。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、バッテリーもしっかり警戒していると思いますので無失点で切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですね。あっと外れた。送ってきた。三塁方向。一塁アウト。送りバント成功。ワンアウトランナー三塁。三振を取りたい場面ですよね、ここは。なるほど。さあどういうリードをしてくるのか。次が2球目。落ちる球を見極めました。
誘ったんですけど見極められましたね。はい、高めストレート外れてボール。152キロ。さあ4球目は何か。いい当たり、綺麗にセンター前に抜けていった。サードランナーがホームに帰ってきました。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。ドラゴンズ先に点を取りました。1対0。ライオンズなおもピンチが続きます。さあそしてバッターボックスには石川が入ります。さあなおもピンチの場面、ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですよね。ここは三振を取りたいですよね。そうですね。里崎さん、三振を狙うリードというのはあるんですか？まあピッチャーにもよりますけど、空振りを取れるような球威と精度の持ち球があればそれをフィニッシュとして組み立てたいですよね。なるほど。さあここは三振を狙っていくんでしょうか？ありますよね。なるほど。次は勝負球の縦スラでしょう。ここは決まりました。見逃し三振です。それで外野フライでもというケースだったんですが、はい、三振でツーアウトとなっています。ランナー三塁は変わりません。初球打ち、ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ドラゴンズついに均衡を破りました。1対0、ドラゴンズ先制です。これから5回の裏、さあライオンズこの回は4番から始まります。栗山がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ライオンズ1点ビハインドで迎える5回の攻撃です。インサイド落ちました。これはどうか。アウト、ワンアウト。バッターボックスには5番外崎。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはライオンズが高橋光成、そしてドラゴンズが小笠原、この2人の投げ合いとなっています。ファウルになります。この低いボールは外れます。次が4球目、これもファウル。引っ張った、サードが前に来る。一塁へアウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。さあマウンド上の小笠原、ここまで一人もランナーを許していません。いや小宮山さん、ここまで素晴らしい投球してますよね。今日の投球見てますと打てる球っていうのはあまりないんですよ。さあこの後のピッチング注目しましょう。高めの変化球は決まりません。4球目は何で来るか。ストライクになります。2ボール2ストライクと追い込んでいます。アウトコースのチェンジアップ、3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。高いバウンド、
ショート前に来る。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって1対0、1点リードはドラゴンズです。配球表をご覧いただいています。今日はストレートよりも変化球が多くなっています。打席には6番バッタービシエド。ここはさっき打たれたスライダーをどう使うか、あるいは使わないかに注目したいですよね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。2球目打ちました。ショート取った、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは7番宇佐美。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。高橋光成、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。アウトロー、見送ってボール。低め見送っています。外の球外れています。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。さあこれで決まるのか。見逃して三振になります。バッターボックスは8番村松。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。空振り、これが2球目。ストレート外れました。さあ3球目は何か。いいまっすぐですね。はい、高めストレート、空振りでストライク、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。このフライは切れました。ファールボール。またファウル。これは低いところに持ってきました。さあ7球目は何か。ここもファールです。8球目は何で来るか。変化球で空振りを取ります。スリーアウト、チェンジ。この回ドラゴンズ三者凡退です。1対0、ドラゴンズが1点をリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、ライオンズは代打を送ります。バッターはウーネンティン。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。初球ストレート見送っています。ボール、スピードボールを持っています。
ライダーが決まります。外の低めです。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。ボールになります。引っ張った。取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには代打の中村。まずはワンアウトを取っています。初球は何から入ってくるか。インサイド落ちました。これはスタンドへ入りそうです。入れました。ファールボールです。緩いボールを持ってきました。打ちました。これもファウル。見逃し三振。ツーアウトになっています。バッターボックスには代打のアイト。ツーアウトランナーありません。さあマウンド上は小笠原。ここまで一人もランナーを許していません。さあまず1球目、最初は変化球できました。低め見送りました。ストライクです。148キロ。打ちました。セカンド取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終了1対0。1点リードはドラゴンズです。選手の交代をお知らせいたします。先ほど代打いたしました。そのまま入りライト。これから7回、ドラゴンズは代打を送ります。バッターボックスには代打の高橋。ライオンズ1点ビハインドで迎える7回です。試合は終盤1点の攻防となりました。勝負どころですからね。攻撃側がどんな作戦で仕掛けてくるのか見極めが重要ですよ。この後も集中力が必要です。まず打ちをついてきました。スピードボールを持っています。インコース決めました。ワンボールツーストライクです。次は勝負ですね。決め球をいいところに投げれるかどうかですね。はい。変化球空振り。まず一つアウトを取りました。これが1球目。最初は変化球できました。さあ2球目は何か。変化球タイミング合いません。
アウトロー空振り、追い込んでいます。ワンボールツーストライク。低め外れました。ボールになります。フルカウントです。打ちました。高いバウンド。セカンドゴロ。ツーアウトになりました。さあ、球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、100球超えてますからね、疲れが出始めてると思いますよ。ああ、なるほど。ベンチもどう動いてくるかですよね。初球は際どいところに来ました。ストライクです。内へ低めの変化球、あっという間に2ストライクです。低め、さあ勝負してくるのか。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。1対0ドラゴンズが1点をリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ライオンズの攻撃に入ります。初球ストライク。ちょっと合わないようです。ノーボールツーストライクです。次が3球目。変化球空振り。ワンアウトです。打席には2番バッター源田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。小笠原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。切れていきます。ファウル。今のはよく我慢しましたよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。3球目は何で来るか。膝元をつきましたが外れました。これが4球目。中への変化球外れました。引っ張った。高いバウンド。ファーストゴロ。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。さあマウンド上の小笠原、まだ一人のランナーも許していません。初球ボールです。掴んで3アウトです。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。7回終わって1対0ドラゴンズが1点をリードしています。これから8回ドラゴンズの攻撃です。一方ライオンズはピッチャーが変わります。背番号19佐藤がマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。バッターは大島。先ほどの打席で先制となるスリーベースヒットを放っています。まあ先ほどはしのぎきれませんでしたけど、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、
さあここはやり返すことができるんでしょうか。ライオンズ1点ビハインドで迎える8回です。次が2球目。惜しいボールでしたね。はい、低めわずかに外れてボール。これが3球目。打ちました。ここは打ち上げています。ピッチャーが落下点に入ります。佐藤が抑えています。ワンアウト。打順は4番石川。今日はまだ当たりがありません。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。ワンアウトランナーありません。角度のあるクロスワイヤーでしたよね。はい、ストレート空振りでストライク。さあ3球目は何か。ファウルになります。打ちました。ボテボテ。ショートが前に来る。一塁送球アウト。2アウト。バッターボックスには指名打者の細川。今日はまだ当たりがありません。2アウトランナーありません。最初は変化球できました。ボールになります。2球目は何で来るか。高め空振りです。次が3球目。ファウルになります。インサイド落ちました。またファウル。見送っています。ボール。インサイド落ちました。ここもファールです。打ちました。これもファウル。変化球ボールになります。3ボール2ストライク。さあこれで決まるのか。結局フォアボール。2アウトからランナーを出してしまいました。小宮山さん、やはり警戒心が強かったということでしょうかね。もったいないですね。はい、インサイド空振り。切れていきます。ファウル。低め見送っています。スライダーは見送ってボール。打ちました。ここはフライになっています。源田が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。1対0。1点リードはドラゴンズです。さあマウンド上は小笠原。ここまでパーフェクトピッチング。小宮山さん、そろそろピッチャーも完全試合を意識しているでしょうか。まあ、当然頭にはあるでしょうね。まあ、意識しすぎて力まないようにしたいですね。そうですね。平常心で投げていけるかというところがポイントになりそうです。この低いボールは外れます。ストライクが入りません。アウトコース空振りです。3ボール1ストライクです。打ちました。この打球はフライになっています。高橋抑えてワンアウト。5番バッター友崎。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。小笠原まずは先頭バッターを打ち取っています。
これは低いところに持ってきました。インコース打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。インサイド、打球は右中間へ、ライトが取りました。ツーアウトです。アウトコース、空振りです。空振りになります。ノーボールツーストライク。インコース変化球、決まりません。外への変化球、外れました。いい当たり、これはセンターに抜ける。これで完全試合は免れました。外の球打った、高いバウンドになった。中への変化球、外れました。空振り、ワンボールツーストライクです。ボールになります。変化球入りません。スリーボールツーストライクです。ジャストミート、ライナーを抑えてスリーアウト。ランナー出ましたが、これから9回ドラゴンズの攻撃です。小宮山さん、ビハインドで迎えた最終回です。どのようなピッチングを期待されますか？いや、もうとにかくね、最後全て出し切る感じで投げてもらいたいですよね。なるほど。変化球が高めに外れています。ボール先行です。スライダー決まりました。ボールになります。打ちました、流しました。ここは打ち上げています。レフトが取りました。バッターボックスには代打の木下。ワンアウトランナーありません。甘いボールでしたね。代打は初球から狙ってきますから、安易にストライクを取りに行くと危険ですよね。そうですか。ファウルになります。変化球が低めに外れます。引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける。ワンアウトランナー一塁となります。さあ、今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい。さあ、どう、ファーストランナー3球目打ちました。この当たりはどうか。打順はトップに帰って川越。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。ボールになります。インコース詰まりました。ここはフライになっています。取ってスリーアウトです。9回の裏、ドラゴンズが守りを固めます。ライオンズ最後の攻撃になります。バッターは守備交代から起用されている岡田。ライオンズ1点ビハインドで迎える最終回です。真ん中決まった。緩いボールで来ました。低めの球、ツーストライクツーボールと追い込んでいます。打ちました。ファーストが取る。アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。低め外れました。さあ、勝負してくるのか。ボールになります。ボールになります。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。インサイド打ち上げました。詰まりながらも右中間へ、ライト掴んでツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター高松、今日はまだ当たりがありません。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。インサイド破りました。センター前、
高松ヒットが出ます。これが初球、大きく変化しました。この球は外れています。3球目は何で来るか。ここは外します。ボール先行、走ってきた、センターへ。最後は外野フライ、掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。